こんにちは柏内の今日のインテリエンスを始めさせていただきます今日はリトルニア対ロシアは第,一次世界第三次世界大戦につながるのかこういうテーマについてお話をこう思いますまずね第三次世界大戦っていうことなんですけど皆さんどうでしょうかねすでに第三次世界大戦が起きているんでしょうかそれともこれから起きるんでしょうかまあこれ僕はね一応第三次世界大戦として想定しているのはやっぱり朝鮮半島台湾中東東欧ですかこの地域で 戦争が起きてそれが連携するっていう形になるとは思うんですけども、もう東欧に関してはもう起きてしまいましたよね。あと他のところと連動するようになったらこれで初めて世界世界大戦と言えるんじゃないかなとまあそう,いう日頃からこう思ってます。まあでもねプーチンは部が悪いですね。まあ本当に賭けかけに負けているギャンブラーそういう印象があります。だからね手追いのプーチンがこれから何をするのかっていうことがすごく僕は気になってるんですね。まあさすがにね。 もう核は負担やろうということがだんだんこうそういうこうなんかねそういう雰囲気になりつつあるんですけど、それだけでこうなんかな核を使わないからといってこの戦争が拡大しないということは決してないんで、それがやっぱりちょっとこれからの焦点になるんじゃないかなとそう思っています。まあやっぱりねやけくそになってるんですねプーチンはね。だからねお金がないってなったら彼はどういうことをしてるかっていうと、もうね汚いパンツをシリに売るとかね。 なんかそのぐらいの,あの気迫といったら変でしょうけどあのとにかく勝ちたいという気,気持ちというんですかそれがこうあれ出ているっていうそういうイメージがあります。まあ、だからねそういう時にはギャンブラーの心理から考えてみたらやっぱりかかダブルダウンっていう話がありましたけどやっぱりなんとかして倍返しをする方法はないのかっていうことを必死でこう追い求めているところじゃないかなとそう思うんですね。だからまあ、一言で言でって 諦めが悪いんですよ、ね、だから自分のプライドのためだったら何を犠牲にしてもいい祖国を偽装にしてもいいし自国の軍隊を犠牲にしてもいいし、えーね、自分の国の経済を犠牲にしてもいい何を犠牲にしてもいいからとにかくこの戦争には勝ちたいとそういう心理状況になっているっていうことがまあだからねあのロシアがね核を使わなくてもそ,、ね、その,そのダブルダウンの一,つ一手が やっぱり第3次世界大戦につながるんじゃないのかなっていうのが今回の話なんですね。まずねちょっと地図をこの地図を見てください。あの赤いのがロシアですね。で黄色いのがリ,リトアニアでその上がラトビアその上が、えー、エストニアですねいわゆるバルト三国というやつですよ。でその,、えー、そのリトアニアの下,下の赤いところがこれがカリーニングラードと呼ばれるところなんですね。 あのロシアの本国とは離れてるんですけど飛び地みたいな形でねこ、えー、これはロシア領とこうなってるんですねまあだからあの、まあ、いわゆるこのカリニラングラードでてもともとドイツでねあのこれあのカントね哲学者のカントねあの、えー、カントフィヒティシェリングヘーゲルとこうありますねだからドイツ関連論の系譜を一番最初の人物である、えー、カントね カントが住んでいて、まカントが成長した町だったとこういう風に伝えられています。ま銅、あ、像なんかも立ってるみたいでね。えー、ま、そういうまあ、ドイツ的な街なんですけども。まあそのね。そのリトアニアがね。だから、これまではリトアニアがあの。このね。リトアニア南部のところでね。ポーランドとリトアニアの国境線があるじゃないですか。ここのところでね。えー ちょうどリトアニ側に鉄道路線が入って走ってるんだ,よ、ね、だからベラルーシまではねロシアは来れますからそっからあなんとか、えー、っとカリーニングラードは電車で続いてたんですよこれが実はストップしたって話から始めようかなと思います。まあねあの本当、えーえーえー、にねこの,こ,のこの事実自身はニュースでは報道されてるんですよ。でもねその余波って言ったらいいんですけどどういう影響を与えているのっていうところまではあんまり報道されてないなと思うんでそれをちょっと今回はまとめてみました。 ねえー、EU が、ねえー、と制裁対象の商品がロシアの飛び地であるカリーニングラードの到着を阻止、えー、っとクレムリンはリトアニアを同化し NATO が戦争に巻き込まれるのではないかという不安が高まったとで石炭、金属、えー、建設資材先端技術のロシア領内への、えー、搬入が阻止された後とモスクワは、えー、西側安全保障同盟加盟国に対して 非常に厳ししい行動を取ると警告したモスクワのリトアニア代理大使は近い将来に貨物の移送が再開されない限りロシアは国益を守るために行動する権利を保留保していると告げられた。ロシア外務省は我々はリトアニアの国際的な法的義務主にカリニングランド地域とロシア連邦の他の地域との間,に間の調整 通貨に関する2002年のロシア連邦と欧州連合の共同声明に違反するリトアニア側の挑発的な措置を公然と敵対するものとみなすとしていると、まあ、中性派のというのはこれ、まあ、プーチンに中性ということですね中性派のアンドレ・クリモフ、まあ、ロシアの上院議員はこれはロシアに対する直接な臨時侵略であり文字通り直ちに適切な自衛手段に訴えることを余儀なくされると警告したと でロシア議会の主権保護委員会の長であるクリモフ上院議員はロシアが私たちを選んだいかなる方いかなる方法でも風争を解決すると誓ったと。ロシアが同盟加盟国リトアニアを直接攻撃することは NATO に対する戦争行為とみなされ世界大戦の左になりかねないと。だからこれでロシアがリトアニアに対して攻撃を仕掛ければもうこれで自動的に戦争が第三次世界大戦が始まるとこういうことになりますね。でリトアニアの ガブリエリウス・ランズベルギス外相は「自国は単に EU が貸した制裁を実施しているだけだ」と述べた彼は実施,、えー、実施された措置は欧州委員会と協議しそのガイドラインに従ったものであると述べた制裁を受けた商品は今後リトアニア領内を通過することができなくなるとランズベルギスは付き加えたリトアニア外務省は一方的個別的追加的な制裁を貸、えー、していないということを強調したと。 しし、まあ、しかしロシアははこれには反対している、まあ、当たり前ですよねでプーチン大統領の、えー、ドミトリー・ペスコフ報道官はこの決定は本当に前代未聞であると全てに違反するものだと我々は、えー、違法と考えると警告したと状況は、えー、深刻以上のものだと我々の対応を練るために真剣に詳細な分析が必要だと警告したとコンスタンティン・コサチョフ上院副議長はリトアニアがロシアからベラルーシ経由で リトアニアにに商品を禁止しししてていいるるのは国際法反していると主張したカリーニングラードのちは約43万人が住んでおり南はリトアニアと同じ EU 加盟国のポーランドに囲まれロシアの他の地域からは隔離されているカリーニングラードへの物資を積んだ列車はベラルーシリトアニアを経由しているポー,ランドのポーランドを経由する経路はないとロシアの EU 制裁を受けることなくカイロで同地域に供給することができる。 えー、ロシアの国営放送のチャンネル1レポーターは、えーまあねえー、遮断された列車の映像を見て警告したとこの地域を孤立させようとうする試みは国際法上の観点から事実上詭弁であり宣戦布告の正式ない理由を意味する言葉であるとだからこれ切ったらもうこれ宣戦布告だよねとそういうことを言ってるわけでねまあ別の上院議員アンドレイ・クリシャスはこう述べた。えー、リトアニアが カリーングラード地方を事実上封鎖しようとする試みはこの地方に対するロシアの主権の侵害でありロシ,ア側のロシア側の非常に厳しい絶対に法的な行動の基礎となる可能性があると述べたとプーチンの敵であるあのホドルコフスキーですねあの元あのオリガーキーのね、えー、プーチンとは反対派の、えー、ホドルコフスキーがですねフィナンシャル・タイムズ紙でクレムリン指導者の次のステップはリトアニアの航空封鎖だろうと警告したと。 だから空域をね全部ロシア軍が全部抑えてしまってとこういうことでしょうね、えー、ロシアとカリーニングラードの間をロシ,アのこう、うん、ロシアの飛行機がそのまま通行できるようになるそうなれば NATO はどうするのかという問題に直面することになるとで、えー、元ロシア大統領候補のソプチャク氏はリト,ニリトアニアが自国領土を経由してカリーニングラード地方への制裁品の通過を禁止してからロシアの政治家やメディアは宣戦線布告の根拠を話し始めた <laughs> これやってし談うはえい,いんじゃねえみたいな感じですねまあ気楽なもんですね言うだけですからね、えー、と警告したとウクライナの、えー、ドミトロ、えー・クレバ外相はツイートしたロシアにはリトアニアを脅かす権利はないとモスクワはその言われない不当なウクライナ侵攻の結果について自らを非難するのみであるとまあもう自分を非難するしかないよねとこういうことなんですよねただねやっぱりねリトアニアの、ね、制空権が取られるっていう可能性がここで出てきたわけですよ そしたらやっぱり大規模なバルト三国とねあ別にリトアニアだけじゃなくてエストニアとかね、えー、そういうところも全部戦争の対象になる可能性があるんじゃないかということが多分言えるんじゃないかなとこう思うんですねまあね別にあのここだけじゃないんですよここだけじゃないあのカザフも相手だというからちょっと大変じゃないですかあのクレムリンの子,ど、えー、子分たちは金曜日にサンクトペテルブルグで開かれたロシアの主要経済サミットで プーチンが、えー、カザフの指導者カシム・シュマルト・トカエフに屈辱を受けたことを受けてカザフさんに対する戦争の脅威も警告しているとカザフに対しても一発殴ったらなんてあかんとこういうことなんですねこれどういうことかっていうとトカエフねトカエフ大統領はドネツク共和国とルハンスク共和国を独立国家として承認することを拒否した今だからあのいわゆるあのロシア派の、ね、人たちがいるあの、まあ、自治共和国みたいになってるところですよね。 そ,このそれを国として承認することを拒否したとそれで、まあ、プーチン大統領をすげなくあしらったこうされています、まあ、プーチンは文字通り激怒し屈辱を感じたという証言もあると彼は復讐の準備を整えていたと新プーチン派のコンスタンティン・えー、っとザツリン議員は、えー、カザフスタンでロシアがウクライナのような措置を取ると警告したとだからもうカザフでもまあやったるぞみたいな話がこうロシア国内でポンポンこう上がってるわけですね あと,もう,ちょっと、ね、もうちょっと気になるところあのジェネラル SVR と皆さん覚えておいてでしょうかあのテレグラムというソフトは、ね、あのこれでこういう,あのこうロシアの内部から情報を流してくれる人がいるそういう話がありましたねこのジェネラル SVR によれば、えー、プーチンがウクライナに近いロシ,アロシア西部の5つの地域で50万人の大規模な動員を行うことを否定していない。 来ましたよロシアもついに動員ですよ。でえー、っとと報じているとこれはウクライナが民間および軍事施設を継続的に攻撃した場合に起こりうることであると、えー、言及された地域はブリャンスククルスク,、えーク,ルスクえー、ベルゴロドボロネジロストフであるとウクライナの報道によるとプーチンはベラルーシの、えー、独裁者アレクサンドル・ルカシェンコに圧力をかけボリンリプネキエフ地方に で進行して第二戦線を開かせようとしている。だから、えー、っとベラルーシにもね、えー、ウクライナの進攻勢とそういう圧力をかけてるんだとこういうことなんですよね。だどんどん,なんか戦線が広がるんじゃないかとそういうことなんですよ。普通だったらね、もうウクライナであれだけトラブってて、うん、こう戦闘のね戦車がない、だから六十年代とか七十年代ぐらいの古びた ねえもう本当にバッタモンみたいな選手を取り出してどんどんやるっていうそういうことをやってるわけですから当然普通の人間だったらもうこれ以上できんわなとこう思いますよね。とプーチンはやっぱり負けているギャンブラーっていうのかなもうなんとか取り戻そうとして必死になってるわけですね。でこんな話も出てますとこういうことなんですよ。やっぱりね僕が気になるのはねやっぱ中国の動向なんですよね,こうね今はだかかからロシアがやるぞやるるるぞぞとと言言って言ってていじゃないですかそれとね。 だから中国とかタイミングが重なるところはあるんじゃないか。今のところね、あの中国とロシアがこう協調して動いてるっていう気配は今のところないんですよ。だタイミングタイミング的にね、バッチリ合ってしまうそういう場合もあるんじゃないでしょうか。現実問題としてですね、6月21日、まあ昨日なんですけど、台湾国防部は21日 えっと中国軍機29機が南西部の防空識別圏に侵入し台湾空軍がし、えー、そ緊急に戦闘機,に、えー、戦闘機にを配備したと発表したことでこれがね、あのー、通信対策機が1機電子偵察機が1機警戒機が2機、えー、爆撃機が6機、えー、対戦哨戒機が1機タンカーが1機あのだから救急機ですねそして J11 が5機 でえっと、スホイ30が4機 J16 が8機と、まあ、今年のこれまでの中国の台湾への妨害数がまあ第3位だったまあだからねこういった飛行機の機数だけで第3位だったって話があるんですよ。ですからあのこんな感じで、ね、中国の、ね、反応もねすごく、あのー、なんかあ圧を増してるんですよね。で前回でも言いましたけど中国の内部でもあ実はあの動員が進んでるんじゃないかっていうことを疑わせる、ね、情報がありました。 まあそれを総合的に考えてみるとね、やっぱりこう東欧での状況というのとあとやっぱりあのこのアジアですかアジアの、ね、台湾周辺における状況というのはやっぱり同時期にねなんか火を吹くっていう可能性はやっぱり高くなってるのかなとそう考えざるを得ないなとこう思うわけですよ。そこでねやっぱりね日本,の日本にとってどういう課題があるのかってことをちょっと考えてみました。そうすするとね、ね、やっぱり、ね、ウクライナを勝利させななきゃいけないわけけわですよ。 だからね、ウクライナの勝利の条件とは何かっていうとやっぱりね、ウクライナ国内からロシア軍を追い出すことだと思うんですねもう決定的な方法で追い出すともう一人一人いないように追い出すとそういうことをしなきゃいけないとこう思うんですね今回のね、ウクライナ侵攻に対する日本たちを明確にする必要があると思うんですよだからね、仮にねあのウクライナでね、戦っているのはウクライナの人とロシア兵だとしても実際には あの、日本の将来もそこに関わってるんだっていうことを考えなきゃいけないなとこう思うんですね。だからあのね。正直な話ね。だから間接的にね。日本はもう大祖先に関与してるわけですよ。ですからね。やっぱここだね。残念なのらね。やっぱ岸田首相は頭が悪い。残念ですけど、これはそう言わざるを得ないですね。だから、在任期間の岸田首相の在任期間が長引けば長引くほど日本はおかしな。立場に立たされるんじゃないかとこう思うんですよね。一刻も早くね。 だからこうウクライナを支援して、えー、ロシアの経、えー、戦意欲っていうんですか戦争を続けようという意欲をあの砕くことがすごく重要だとこう思います。だから日本からどんどんあの軍事物資もうちょっとねあの直裁的な兵器っていうんですか有効な兵器がもしあるようだったらどんどんウクライナに送るべきなんじゃないでしょうかそう僕は感じましたあ。なんか鈍感なんですよね岸田さんってあの首相のねあの,あのな,んなんだ投資会談か。 党首討論の中見ててもなんかあれ何言ってんのこの人みたいにな反応あのと対応がすごく多くて、えー、なんかすごく日本人としてはすごく不審になりますね不審というのがなんかちょっと大丈夫かなという不安になりますよねまあだから今回の参院選はまあ、自民党には悪いけど負けてくれへんかなと正直な話ちょっとそうは思っていますやっぱりこうちょっと自民党が根調子でいかれたらどんどんまたおかしくなってしまうだからやっぱりねプーチンの場合と一緒でね。 これまでの延長線上で何とかいけるだろう？っていうところが、みんなことごとく覆ってるわけですよ。ですから、日本の政界だって一緒ですよ。これまでと同じ演者かという。そういうノリでやってるんですよね。あの記者、首相はね。だから、それがこうどんどん覆っているのが今の時代っていうものなのに、それに対してすごくあまりに鈍感すぎるって言うのは僕はすごく気になります。まあ、今日はこのぐらいでよろしかったら。4分補聴。そしてあのチャンネル登録もぜひお願いします。サンクスもお願いしますね。 あのパソコンが良くなってね本当に楽になりましたよあの作るのにね時間がものすごく短くなりましたこんなにねあの短くなるのか本当にね感謝してくれますありがとうございました、まあ、今後もよろしくお願いしますねというわけで今日はおしまいしますねまた次回よろしく。